らのラクッキングリルという商品ですが、特別に上から開けましょうじゃんということで、さっき開けていただいてましたけどね。まず焼き網と受け皿をなくしまして、よいしょ、このお皿1枚で焼き上げをしていきます。もちろん両面焼きでお水の必要はございません。さあ、なんで波がついてるか、はいどうぞ。はい、パーフェクトでございます。お魚とかお肉焼くときに油が出ます。それをしっかり落としてくれます。よく見てください、中央から山形になってるの分かりますか。横に流れ落ちるようになっています。はい、ですね、加熱の方式なんですけれども、このガラスのトッププレート、ガラスのプレートの下に IH のコイルを入れてます。これグリル専用の IH のコイルになります。はい、でこれでどうやって加熱をするかというと、先ほど見ていただきましたよね、 IH ってとっても火力強いですよね。その 高火力でこの鍋じゃないですよ、プレートをですね、もうね、朝1回やってるんでもうカビカビないですよね。すいませんね。はい、ですね、何やったかな、これはですね、素早く加熱をしていきます。はい、立ち上がりが非常に早いですよね。さっきのお湯沸かしみたいなものです。はい、で上からはどうやって焼いていくかというと、もうご覧いただいた通り3本のヒーターで焼いていきます。塩石、金石、塩基、はい、なので下からと上からでしっかり焼いてくれます。はい、で IH の力で高火力ですよとお話をしましたが、まあ、ダブル包み焼きというお話さっきさせていただきましたけれども、包み込むように焼いていくということでですね、そんなネーミングになっています。ちなみにこの真ん中の金石のヒーターはヒーターでありながら明るく光ってくれます。オーブントースターのイメージですよね。明るく光りますので、調理中庫内ちょっと覗き込んでいただくとどれくらい焼けたかなというのが確認できるということでございます。